あとはハートのカテゴリーキング、必ず見つけてやる。アイカ始めのためにカテゴリーキングを探してるのか。なぜそれを。ジョーカーは確かに危険だ。だがなぜ奴を人間に戻そうとする。奴は所詮アンデッドだ。でもあいつはジョーカーに戻りたくないと思っています。たとえあいつの正体がジョーカーだとしても、あいつは人間になろうとしている。自分の運命と戦っているんです。ハートのカテゴリーキングはすでに封印されている。渡すには条件がある。カテゴリーキングを勝手に持ち出すとは、困ったことをしてくれる。それはすいません。しかも剣崎君に渡してしまったんだね。あいつは俺たちに協力すると約束しました。その証拠にこれを。用が済んだらすぐ戻ると。ラウザ・アブゾーバーは無月に渡したようですが、それもいずれ私が。変身もできないのにジョーカーに会うというのか。危険だな。トライアル F を迎えにやってよかった。